モーリス・ルベル作、田中早苗役、無駄骨、そのジャン・ゴーテという男は見たところちっとも危険な犯罪者らしくなかった。年はちょっと見当がつかないが弱そうな小柄の青年でなんだか子供の自分から 病心で悩んできたという風であった。時々そそっかしく花へ当てる金眼鏡の影にさまよう目つきなんか、本当に静かで柔和だった。叱られておじおじしている子供といった方が適当なくらいで、これが人殺しをした青年とはどうしても思えなかった。ところが彼は実際、 人殺しをやったのである。そして犯行後数時間目に挙げられたのだが、警官から肩を押さえられると同時に、何ら悪びれた風もなく、自分が犯人であることをまっすぐに自白してしまって、しかしそれ以来、頑固に口をつぐんでいたのであった。おい。 余震判事がある日彼を質問した。お前は被害者と全然無関係で、またその家から何も盗まぬと言ったな。そんなら何のために彼を殺害したのか。別段に訳はありません。いや、何か訳があっただろう。やたらに他人の家へ入り込んで、 人を殺すということはできるものでない。一体何のためにあんなことをやったのか、あてもなくやっつけたのです。いや、あの男は、お前に対して何か不都合なことでもしたんだろう。青年はもじもじして目を伏せて、曖昧な身振りをしながら、そうじゃないんです。 口の中でつぶやいていたが何を思ったのか急に調子を変えて「ええ、実はでたらめにやったことではなくて訳があったのですが最初に否定したものですからつい言いそびれてしまいました」「そればかりでなくありていに申し上げにくい事情がありましたので実は私は 死生児でございます。母は貧苦のために非常な苦労をして私を育ててくれました。あの自分のことを思いますと、本当に惨めなもので、私たち親子は涙の渇く暇とてもありませんでした。学校へ行くと、皆が私をててなし子だと言ってなぶり者にします。 私は訳がわかりませんでしたが、家へ帰って母に聞きますと、母は両手を顔に当てて泣くものですから、子供心にもそれはきっと悲しいことに違いないと思って、それっきりててなしごという言葉は口にしませんでした。母は身の上話や愚痴っぽいことは、ついぞ一度も言ったことがなく、 黙って死んでいきました。母が亡くなったとき、私は重視でございました。たった重視で、私は一人ぽっちになったのです。親戚は無論のこと、友達というものもありません。そんなわけで、私は自分で暮らしを立てる前から、 もう世の中というものが嫌になっていました。しかし実を言うと、初めはそれほど辛くもありませんでした。私はある家に奉公に出まして、食べ物も寝床も与えられ、時々は着るしの着物などももらっていました。それから六年たって、 二十歳の時から一本立ちで生活することになりますと、初めて貧乏の辛さがわかってきました。私はある問屋の貴重係に雇われましたが、一ヶ月百フランという発給で二年間も辛抱しました。勤め人となれば、身なりも相当に小綺麗な、洒落たものを着なければならんのです。 それで、副題を浮かばせるためには、食べ物を節約して、一日一食で我慢しなければなりませんでした。しかも、ほんの少しばかり食べるのです。時々、往来を歩きながらめまいがして、頭がぼーっとして、今にも倒れそうになるものですから、人家の壁などに寄りかかって、 やっと体を支えました。空腹のせいだったのです。ところがある朝店へ出勤しますと、主人が申しますには、どうもお前の仕事っぷりが気に食わん。お前はこの頃時々間違った帳付けをやる。つまり仕事に身を入れていないからだ。それに一体身なりがだらしない。 わしはそれも気に入らん。うちの店に勤める者は、第一に身なりからきちんとしていてくれなくては困る。と、主人は記事のほころびた私の上着の裏に触ってみて、こんなものを着て店へ出てくるやつがあるもんか。言い訳をしても主人は聞きません。何を言うんだい。 着物なんかは少し気をつけるといくらも小切れにしていられるものだ。とガミガミ言います。店員たちが私の小言を言われているそばを行ったり来たりしています。その小言を彼らに聞かれはしないか、そう思うと私は血が逆上するのを覚えました。その日は、 まるっきりものを食べませんでした。胃の腑が空っぽになると頭の方が鋭敏に働きます。蝶漬けをしながらもほろほろと涙を流しました。飢えと恥で止めどなく泣きましたが、その時ふと、たとえ母が死んでも父親というものがある。 私は全然一人ぽっちになったのではないということに気づきました。そう思うと、なんとなく力強くなりました。それで結局、父親を尋ねよう、会って事情を訴えたなら、父親は金持ちだから、助けてくれるに違いない。そんな風に決心しました。あくる日、 私は父親のところへ訪ねて行きました。その時は彼に対して本当に優しい心持ちが私の胸に湧き起こっていたのでした。父親は小柄で背が曲がって青白い顔をした足元もおぼつかない老人です。長患いでひどく衰弱していました。 彼は私が入って行くと、いきなり、お前は誰だ、何の用でやってきたのか。その不愛想な声を聞いて、私はぞっと寒気がしました。それでもどもりどもり訪問の周囲を話し始めると、彼は身震いしながら慌てて、し、声が高い、もっと小声で言え。 人に聞かれると困るじゃないか。彼はできるだけ早く話を切り上げたい風でした。そして私を戸口から押し出して、ところが気を置いていけ。お前のためにどうしたらいいかを考えよう。よしよし、考えておく。わしは病気で会えないが、手紙をやるぞ。 なんだか曖昧な挨拶です。それで私は、知事に乱れた胸を一生懸命に落ち着けようと努めながら宿へ帰ってきました。その後丸一週間待ったけれど、返事がありません。と言って私は再び尋ねもしませんでした。老人の気を転倒させることを恐れたのと、 何ぼ何でも私を見殺しにすることはあるまいと信じたからです。しかし私は訪問する代わりに父親の家のあたりをぶらつきました。そして秘密を気づかれないように用心しながら近所の人にそれとなく様子を尋ねると、うん、あの人ですか。どういうご用か知らんが。 何かお頼みの筋なら、まあよした方がいいでしょうよ。敷石よりも冷たい人ですからね。だがあの人も、ああして金を貯め込んだが、もう長いことはありますまい。この頃はめっきり弱って、自分で自分の体を持て余しているって言いますからね。でも、あの人には親戚とか、 親しい友人がありましょう。友人なんか一人だってありはしない。もしかしたらフランスのどこかの隅に、甥いの子供とでも言うような遠園のものがないとも限らないが、彼はそんなものに美大一文だって遺産などやるものですか。財産はみんな、15年もあそこの家政婦をやっているとか言う、 あの女に巻き上げられるでしょうよ。あの女は線からそんなことを吹いちうしていますからね。彼は、俺はどうか一つだって親戚などにやりはしない。死んだ後で親戚の懐を肥やすなんて馬鹿なことは嫌だから、そっくりお前にくれてやる、と常々あの女に言っているそうです。だから、 あの女はそりゃ熱心に家のためを図っていますよ。この話を聞くと私は急に父親が憎らしくてたまらなくなりました。私が貧苦と戦って不幸な目に遭っているのも元はといえばみんな父親のせいなんですから。私はそこを立ち去るとあてもなく町をぶらつきました。 疲れも忘れて頭の中が感触で煮えくり返るようです。どれだけ長く歩いたかわかりませんが、とにかく歩いているうちに空腹でぶっ倒れそうになりました。それで城壁の近所、確かあのあたりであったと思いますの安飲食店に入りました。 貧しい食事を済まして感情を払った後は財布が空っぽで一銭も残っていません。月末の給料日までの6日間をどうして暮らしたらいいだろう。そんな考えにふけりながら各しへ手をやるとふと指先に触れたのはパンを切るときに使うナイフです。 刃渡りの長い薄刃で鋭利なナイフです。私は機械的にそのナイフの柄を固く握りました。判事殿、私は決して弁解のため、または自分の罪を軽くするために、こんなことを申し上げるのではありませんが、実際、そのナイフを所持しているということに気づくと、 急に気が変わってしまったのです。私はその絵を握り、刃先で指を試してみました。それからどこをどう歩いたのか、夢中で自分も知らないうちに、父親の住まっている建物の前に立っていました。私はその際に自分の行動を考えても見なかったしまた、 いかに恐ろしい考えだって思いとどまろうという気はありませんでした。いや、取り留めて何も考えてなんかいなかったようです。ただ、悠々とためらわずに玄関のベルを鳴らすと、やがて門が開きました。ガスは消えていました。私は門番にでだらめな名前を言って、 二階へ上がっていきました。階段を上りきって立ち止まった時私は漠然と自分の歩調の狂気じみていることに気づきました。戸口のベルを鳴らしたって夜分あんな時刻に戸を開けてもらえないことは分かりきっています。と言って声でも立てようものなら。 たちまち近所合壁の野印馬が飛び出してきて、私を階段から突き落とすでしょう。私は隠しへ手をやると、ちょうど自分の部屋の鍵が入っていたので、それを取り出して、そっと鍵穴に当ててみました。と、鍵は音もなく入っていきました。泥棒がするように忍びやかに鍵を回すと、 確かに手応えがありました。偶然にも鍵が役立ったので、我れながらびっくりしました。数秒間暗がりに突っ立っていたが、その時初めて自分が何のためにそこへやってきたかを考えてみました。ふと戸の隙間から廊下の敷物の上に、 一筋の明かりがさしているのを見て、私はごく静かに戸を開けました。父親は私が忍び込んだのも知らずにテーブルに向かって一心に何かやっている風でした。テーブルの上には緑色の傘のかかった電灯が一つついていて、その部分だけが明るいけれど、 部屋中が一体にぼんやりとかげっていました。父親は何か書き物をやっているようだが、私の方からは彼のハゲ頭と痩せた肩が見えるだけです。私は息を殺して妻立ちをしてそーっと忍んでゆくと、彼は一枚の大きな紙に向かって熱心に何かしたためているのです。 肩越しに覗いてみると、遺言状と見出しを置いて、その下に産業、細かい文字で何か書きつけてあります。その瞬間に、さっき近所の人に聞いた噂が、さっと私の頭にひらめきました。そして、私の母の地位を横取りした、貪欲な雇いババアと、 父親の関係がはっきりとわかったように思いました。さては財産を全部雇いババアにくれるんだな、と思うと私はてっぺんから水を浴びたようにぞっとしました。実死たる私が死ぬほど上に迫って寒さに震えてここに立っている。しかるにその父である彼は今、 無造作に忌まわしい遺言状を完成しようとしている。それが出来上がってしまえば、もう取り返しのつかぬことになる。そうすると、哀れ一戦一里たりとも私の手には入らない。そして、父の財産はすべて、あのゴつくばりの雇いばばあに与えられるのだ。あいつは、 父親の死ぬる日を待ちかねているんだ。実にけしからん。そう思ってさらにその紙を覗いてみると、世の財産、すなわち動産ならびに不動産の全部を、そこまで読んで私は思わず歯ぎしりをしました。と彼はびっくり飛び上がって、 私の顔を見ると、あっと叫びながら、その遺言状を私に見せまいとして、本能的に両手で隠してしまいました。ナイフは私の手に握られていた。私はそれを振り上げるが早いか、彼の襟首めがけて、つかも通れと突き立てました。 私はやがて自分のしたことに気がつくと、急に恐ろしくなって駆け出しました。その後のことは、判事殿、ご存知の通りでございます。青年は延べ終わると、金眼鏡を外して涙を拭いた。汗のしずくが顔を伝わり、歯の根がガタガタ震えた。 ハンジはじっとその様子に目をつけていたが、やがて、どす黒い血痕の付着した一枚の紙を広げて、お前は、この遺言状の後の方を読まなかったのだな。青年は黙って首を振った。そんなら、読み上げるから聞くがいい。遺言状。 世の財産、すなわち、動産、ならびに不動産の全部を、我が子、ジャン・ゴーテにあたう。なお、世は無情なる父親たりしことについて、彼の感情を乞う。世は全く、ここで途切れている。 お前はこの遺言状を完成する時を彼に与えなかったのだ。すると殺人者はバネ仕掛けの人形のように飛び上がって、あんぐりと口を開き、気違いじみた目つきをして。何ですって我が子に、こ、この私に財産を。どもりどもりそう言ったが、 しばらくじっと押し黙ってから、今度はげらげら笑い出した。そしてむやみと自分の頭を叩いて、体を左右に揺すぶりながら、しめた、金持ちになったぞ。俺は金持ちになったぞ。と、途方もなく大きな声で怒鳴った。哀れ。 気が触れたのである。